主治医との恋愛はありですか。今日はウラシオンちゃん先生のもとに質問が来ているぞ。サヨリンさん、精神科の主治医の先生に恋しました。自分のしんどい時期を支えてくださり、本当に命の恩人で感謝しており、秋より主治医が変わるのですが、最後にお会いするタイミングで告白してもいいですか。ダメ元で行くつもりなのですが、主治医と患者との恋愛は治療終了後も NG なのでしょうか。ズバリ告白しない方がいいと思うぞ。患者さんが主治医を好きになるということは、これ非常に多いことなんだな。これは医師と患者、患者から医師のこの関係性の転移と逆転移、言葉で表現されたりする。つまりこれってすごくよくあることなんだけど、患者さんのことから言うと、そういう患者さんに対する思いやりとか、治療に対する情熱とか、そういったものを愛情として誤解してしまってるという、そういう受け取りというか、逆に言うと治療がある程度深まってないと、そういう転移逆転移の関係っていうのは起こってこないんだけども、それっていうのはある種恋愛幻覚じゃないけども、恋愛感情として誤認しているというか、治療関係として親切にしてくれてるだけなの、何か自分のことに特別な感情を持ってるんじゃないかみたいな風に思ってしまうということが、普通の治療関係においてよく起こりやすいので、注意しましょうねってことで、この転移逆転移って言葉があるわけだね。なので、それ普通の恋愛感情とはまた違うものなので、後でハッと違うって多分どっかで気づくってことがあるとは思うんだけども、ということで、先生が好きです告白されたとしても、主治医としては困るパターンが多いと思うので、おそらく告白しない方がいいんじゃないかなと浦島さん先生は思うぞ。これっていうのはすごくよくあることなんだね。とてもとてもとってもよくあることなので、ある程度治療関係が深まっているという一つの兆候でもあるので、決して悪いことではないと思うんだけども、そういったことも含めてあまりのめり込まないようにするといいんじゃないかな。主治医好きになりますか。そのエネルギーがあったら、病気を治す方をもっと頑張ったらいいんじゃねえか。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。